やっぱりパソコンはパナソニックだよね。はい、こんにちは、タクです。えー、今日も夜中に撮っていきます。えー、まぁ、あ、最近ね、色々忙しくて、えー、非常にね、えー、時間がないです。ただね、株式投資、えー、為替、これに関してはね、まあ、リアルタイムで、えー、まあ、頑張っていきたいと思います。えー、今ね、まあ 株価がね、1万78000から急激にね、2万2000ちょっとまで回復しました。まあね、こういう、なんだろうな、僕はいつも言ってるんだけど、ボラティリティが高い、ボラが高い相場。こういう時はね、稼ぎどころなんですよね。うん、稼ぐチャンスですね。で、まあ僕がね、本当によく言うんだけど、 1万6000、7000、あの辺りでね、がっつり全力買いしたので、えー、もうね、少し前からね、えー、買ってるポジションを売って、まあ、ポジションをしまうというかね、えー、ポジションを、ね、片付けてね、えー、しまっています。で、まあね、一応いろんな株、まあ、為替もそうだけど、買ってるんで、今日はね、その中でこの株主優待、これについて紹介します。 まあね、いろんな株買ってるんでね、まあ正直ね、こういうのね、全部、まあ見たりしないんですけど、あのー、まあね、あの、正直ね、こういう第15期事業報告とかね、連結決算書類とかこういうね、えー、こういう感じの書類はね、まあ、まあ見ません。 あの、見てもね、あの、いろんな株持ってるんで、そこまで何て言うんだろうな、えー、何かについてね、えー、やってもね、まあ時間の、まあ無駄なところもあるので、まあいろんなね、株持ってますね。うん。で、まあ、銀行はね、まあ正直言うと、銀行はね、結構意外と思ってます。あの、 銀行の株はね、ほんとやめろよって言われるんですけど、まあ投資家の中ではね、ええー、まあ、いわゆる、なんだろうな、皆さんその、年配の方はやっぱりリーマンショックとかね、そういうところを経験されてる方が非常に多いのか、なんかね、銀行株に対してね、非常にナーバスな方が非常に多いんですけど、僕はまあ、もちろん、配当とかもあるけど、ある程度短期でトレードしたりとか、 あと、まあ、配当を取るためにね、長期で保有したりとか、まあ、どっちもやります。なんで、まあ、なんだろうな。あの、ずっと持つつもりはないけど、ある程度利益が出たら売るけど、ただね、あの、配当も欲しいんで、えー、まあ、どちらもね、狙いながらね、えー、調整しながら、えー、ポジションを持つ、まあ、トレードをしてます。なんで、銀行系の株もね、結構、 いろいろ持ってます。はい。ということで、えっと、今日はね、えー、三菱 UFJ フィナンシャルグループの、これなんだろうね、定時株主総会のお知らせですね。えー、どこであんのグランドプリンスホテル。グランドプリンスホテルね。えー、これね、 あれなんですよね。今ね、インターネットとかでも、こう書いてるね。書面、またはインターネットによる、議決権行使の期間。今ね、あの、書面だけじゃなくて、なんかインターネットでもできるらしいですよね。すごいなぁとか思いながらね、思ってます。はい。ということで、えー、被されてる方ね、何を楽しみにやってますか配当ですかそれとも、 キャピタルゲインですか。まあね、いろんな楽しみ方があると思うんですよ、正直。うん。まあ、それでいいと思います。いろんな楽しみ方があって、そこにストーリーがあって、ドラマがあって、いいと思います。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。